ララポートララポート東京米ララポート東京米は千葉県船橋市浜町2丁目にある三井不動産商業マネジメントが経営するショッピングセンターであるララポート第1号店及びフラグシップに位置づけられララポートの中で最大の店舗面積を持つ店舗数は約440店舗とショッピングセンターの中では国内最大の規模であり年間 約2500万人が訪れている。時計の広場周辺1981年4月2日、ハワイのアラモアナセンターを参考にして、船橋ヘルスセンターの跡地に開業した。三井不動産が初めて手掛けたショッピングセンターである。開業時の名称は、ララポート船橋ショッピングセンター。東京米ララポートを経て、2006年8月にララポート東京米に変更した。 当初から日本最大規模の大型ショッピングセンターであり、その先駆けだった。当時は、京葉線の開通前で、近隣の船橋駅並びに、津田沼駅前は日本有数の商業激戦区である上、ショッピングセンター事業への経験不足、前例のない広大な敷地でもあり、成功を疑問視する声も多かった。開業初日は、雨の中、開店前に四万人が列を作り、 推定25万人が来場した。初年度は200店舗、年間来場者数約1200万人。その後さらに規模が拡大していき、440の専門店や飲食店に加えて映画館などのアミューズメント施設を備え、年間約2500万人が訪れている。コートではストリートパフォーマンスや音楽ライブなど多様なイベントが模様され、地元放送局、 BFM の公開収録も行われる。セレクトショップや若年層向けの店舗を充実させるなど、時代に合わせて継続的に増床、改装を繰り返している。埼玉県のイオンレイクタウンが開業するまでは、売り場面積が日本全国で1位で、CM などでもそのように紹介していた。現在はイオンレイクタウン、イオンモール幕張新都心に次ぐ、国内3位の店舗面積を持つ。 2000年には、近場の海浜幕張駅周辺に、コストコ幕張倉庫店、カルフール幕張が相次いで開業。また、三井不動産グループも、三井アウトレットパーク幕張を開業させた。前浜駅前には、イクスピアリが開業し、さらに2004年には、隣接地にビビットスクエア。2013年には、イオンモール幕張新都心が開業するなど、 周辺地域にショッピングセンターが乱立しており、京葉線沿線はショッピングセンターの激戦地区となっている。ララポート三井ビルディング SC は北建て、南館、西建ての三棟で構成されている。出店している。で、なんと全店の一覧、詳細情報は、ショップが移動。 三条一回のフロアキト https コロンスラッシュスラッシュ mitsu i a s h o p i n g a s h p a r k com スラッシュエトエイピーオーダッシュピエイスラッシュフロアスラッシュフエア 二回のフロアクト https コロムスラッシュスラッシュ mitsui-shopin p g-park.com スラッシュ l a l a p o r t スラッシュ t o k y o b y s l a s h f l o r a r スラッシュ floormap2fpd 3階のフロアガイド https コロンスラッシュスラッシュ mitsu-shopin-g-park.com スラッシュ la-la-p-or-t スラッシュ -tok-y-pa-y スラッシュフロアスラッシュ -flor-map3 fl fpdf 上記の営業時間と異なる。店舗があるので詳しくは営業時間を参照。 新型コロナウイルスの影響で一部飲食店と東方シネマズを除き当分の間20時までの営業に変更以前は各店舗として大英や船橋総合も出店していた。船橋競馬場駅からの無料送迎バス、鉄道バス高速道路一般道路駐車場。ありがとうございます。